伸ばす。あ、違う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 、いきなり違った、びっくりした。え、やってたっけ。のどこしのどこの何これ、これはこれ何でしたっけ。ボシマックスですか。ボシマックスの X を切ってるっていう。ちょっとキーが低かったんですか。え、そこじゃない、そこじゃない。どこどこしじゃないの。どういうこと。もう一回。のどこし。違う違う違う、だから、ね、どころなんだよそれ。やっちゃダメなの。やっていいけど。やってはいいけど。いや、多分大滑りするからやらん。いや、なんでだよ。今日で収めです。いや、俺ずっとやってんだよ。大滑りしてずっとやってんだよ。どうもこんにちは、ヒョウの哲理です。ボシマックス正義です。はい、よろしくお願いします。今日がですね、はい、ちょうどウーム戦、はい、それから体力測定があった2日後です、はい、いやー、本当にお疲れさした。いやー、やばかったっすね。あのね、マジで俺と正義の遠投見ない方がいいよ。やばい、あれやばいっすね。あれはね、ちょっとね、なんだろうね、まあクーリング戦が終わってから、はい、ウーム戦結構短かったからね、はい、スパンが。だからちょっと大変だったよね。そうなんですよ、なんかもうね、もう中1週間じゃ無理っすね。クーリング戦の1週間後にウーム戦で、確かに、まあ、週1だったらいけるかなと思ったんですけど、はいはいはい、ちょっとね、ちょっとね、なかなかきつかったっすね。うん、だからこそちょっと次がね、青山学院大学の試合なんで、はいはい、まあ、ちょっと次は9イニングあるんですよ、しかも。いや、そうなんですよ。やばいよ、ここに来て。うん。また、いや、9やんの ?9 は大変なんで、ちょっとカイトに今までね、たくさん負担かけてるんで、はい、そろそろ俺と正義が、やっぱ半分以上は投げないと。まあ、本当にそうですね。うん。ちょっと、まあ、かわいそう。はい。カイトもだいぶ肩肘来てるんで。確かに、なんか投手陣いないってめちゃくちゃ離れてますから。そう。はい、いや、いるよ。いるよ。ピッチャー経験、ここ2人いるから。本当、カイトピッチャー経験ないからね。そうだよ。今日は体の調整だけど、はい、ちょっと練習を正義でやろうってことで、そうですね、どうせだったら YouTube 撮ろうよ、はい、ってことで今回してるんで、やりましょう。じゃあ早速キャッチボールしましょうよ。はい、ね、軽くいきましょう。いきましょう、はい、お願いします。お願いします。初球はカーブで、2球目はスライダーで、ちょっと曲がり違うんですね。そう、で、実は握り一緒なんですよ。へぇ、これ、見えるかな、こう握ってんだよね。はいはいはい。人差し指とこの中指の間にこれを入れて、はい、こうね、はい、で、スライダーは投げるときにまっすぐ、ここまでまっすぐと一緒、はい、まっすぐと一緒で、最後だけこうひねる。ひねるんですね。俺はひねる、完全にひねる、はい、で、斜め下に落ちろっていうイメージなんだけど、落ちろって言う。そう、もうで、カーブは同じ握りから、はい、こっからもうまっすぐはこうやった、はい、でもカーブ投げるときは俺もうこうやった、はい、で、こっからそう、もう小指がこう、そうそうそう、そっから上にパンって抜くイメージ。こういくんすね。そう、握り全く一緒でも変化全然違うから。あー、すごい。ちょっと今投げてみようか。え、ちょっと、もう一個聞きたいんですけど、うん、カーブの時のオイサーとスライダーの時のオイサーと違いたい。あ、これも全然違います。ちょっとなんかありますか。あのね、カーブの時のオイサーはオイサーオイサー、うん、スライダーはオイサー。やってましたっけ。言うたことない。一緒だわ。一緒ですか。一緒一緒一緒。でもオイサーの使い方は俺の感覚やから、投げ分けと一緒。だからオイで力抜く、オイで力抜いて、そういうやつなの。そう、力まないようにするために、おいで力抜いて、さーで入れたい。
え、アイちゃん、アイちゃん同い年やから、あ、88くらいから。でもほんまにあれはおいで力抜く、おいで力入れたらさらで力入れるやん。おいっさって、おいっさって、花が散ってゆくたびに。できる、無理やん。けどさあで力入れようとしたらおいっさってなるよ。え、そんな理論があったんだ。あれマジでよしぐらいの感じだと思う。違う違うんだ。だからよしでいっちゃうとワンテンポやけど、おいっさがあるとちょうどいいね。俺はなんかおいっさって リズムが作れるんだ。 そうその方がコントロールしやすい、やっぱり。え、あんな面白い。え、なんかね、社会人やってた時の先輩で野手の人でめっちゃコントロールいい人いて、はいはい、なんでそんなコントロールいいんですかって言ったら、俺声出せなかったら無理って。あ、そういう人出してたんですか。そう、なんかここのタイミングだから安心して放れるみたいな、はい、多分声出せなかったら一発になる。あ、だからリズムで、そう、うっ、そうそう、取る時も、はいって言ってから投げてくれば、よっしゃーって毎回投げる。あー、でもいる、そういう人。社会人野球多いでしょ。多い、すごい。だからあれちゃんと自分のリズムやん。あ、そういうことなんだ。だから格好つけて言ってるわけじゃないの。気合いだったの。違う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 んだ。あれ気合いだったら多分おいしさって言わんの。いや、そうなんだよ。おりゃーって言うやん。だからキャラ付けでやってるのかなと思って。繊細だわ、おいしさのキャラ。違う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 。あ、そういう、ちゃんと理論は俺の中で。でこれ初公開ですか。初公開。あ、そうだったんだ。まさかこんなところで言わせんなよお前。いやいや、だって大事なチャンネルでしょ。自分の。確かにな。そうだったんだ。だからやってみたい人はちゃんと自分の中での体のリズムに合う掛け声を見つけるのが一番。おいさが手筋があっただけで、俺にあっただけ。人には人の乳酸菌みたいな。おいさって言ってる人いないから。確かに。だから最初俺もあの、オリアンとかホイッサーとかスンとか言ってた。シュン、そうそうそう、いろいろやった結果、おいさが一番ハマったんだ。っていうだけで。でも面白です。ありがとうございます。はい。このいきなり青学生投げたら多分痛い目見ると思うから、まだ実践では使わない、うん、練習して練習して積んでから実践ですか。あと本当にマジで多分あのいきなりやったら壊れる。これほんまや。ひょーどーチャンネル。
ということで、はい、じゃあ次、青学戦、はい、に向けて、その中で目標をどうしましょうかな。あ、目標ね。じゃあ俺から言っていい？はい。俺は、本当はフォアボールゼロでって言いたい。でも、もう視聴者からしたら、はい、お前いつまでフォアボール出してんだと。結局空人戦もフォアボール、デッドボールから、なんかもう評論一人劇場みたいな感じだったから、はいはい、フォアボールゼロとは言わないです。次は、はい、三者凡退で抑えたい。おお、三者凡退ね。やっぱり中継ぎで俺は出ると思うから、はいはい、中継ぎで出た時かっこいいのってやっぱ三者凡退じゃん。なるほど。流れが来るかもしれない、はい、だから僕は三者凡退で必ず抑える。これを目標で頑張ります。はい、はい、まあ、で正義は僕はそんなに鉄人の、まあ、言葉を受けて、うんうん、フォアボールゼロで。おい俺はそう、いや、ボシマックスやらなくていいのよ。俺はもうそれよ。どういうこと、どういうこと。ボシマックスじゃなくて、うん、もうフォアボールゼロ、デッドボールゼロよ、目標は。なるほどね。まあでも、簡単ではないから、ね、簡単ではないですけど、出しすぎ。そうやね。さすがに。俺と正義は出しすぎなんだよな。見ててムカつくもん。ほんまにな。僕だから普通に、パワースピ視聴者として見てて、はいはいはい、俺投げてる時に、うん、あんだけ最後入んなかったらムカつくもん。青学戦9イニングなんで。そうなんですよ。だから僕ら本当投げないと。もしかしたら俺が2イニング確率もあるよ。確率としてはね。確率としては。確率としてはありますから、ね。うん。だからちょっともうこっから休めます。肩ひじ。あと1週間。もう治療に専念して。確かにね。もう時間とお金かけた肩と肘なんで。確かに。でも本当金かけてますからね。かけてます。俺と正義はめちゃくちゃ治療行ってるんで。本当に。でもこれで俺強く言いたいのよ。俺は。いや、この話はまた今度でいっか。どうした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 。聞きたいんだけど、何なんすか。俺は、はい、これ正義と俺多分共通だと思うんだけど、はい、俺と正義はパワースピが最後の野球人生だと思ってます。あー、はいはい。肩と肘的に。確かに。でも、パワースピで怪我して野球人生ができなくなっても後悔はないです。そうっすね。それぐらいパワースピにかけてます。はい。だからこそやっぱりそう簡単に怪我して離脱したくないからこそ治療とかにめちゃくちゃ時間とお金をかけてます。そういったところも僕たち頑張ってるんで、はい、ぜひそれも分かった上で俺らがいい結果出した時に、いや俺らも含めて視聴者の方々も喜んでほしいなと。めっちゃ褒めて、ね、そう、めっちゃ褒めてほしい。マジで褒めてほしい。ほんまにな。なんでだからこそまたね、パワースピの方を見て、はい、応援してほしいなと思いますので、はい、ぜひね、ボシマックスの YouTube チャンネルも概要欄貼ってますので、皆さんチャンネル登録お願いします。よろしくお願いいたします。本当にお願いします。ということで皆さん本当にありがとうございました。